こうして座った状態でキープできるように整えていきますというのはですね、こちらヒメトレを使って行っております。でこちらを使っていくことによって、まあ、そういうキープができて、姿勢が安定する、あと姿勢が安定した状態でトレーニングできるので、仮にスクワット、まあ、スクワットですね、まあ、こちらやっていく中で姿勢の安定ができてこないと背中が丸まって、腰が痛くなってしまうしてるんですけども、そういった予防にもつながっていきますし、あと片足立ちのバランスとかが良くなってくるので、例えば、キック動作ですね、キック動作やっていく中で片足立ちがブレずに行えるので、スポーツパフォーマンスの向上につながってくるなどのメリットもあります。あとそういったこと以外にもですね、こちら使っていくと骨盤底筋群という、そこの方にある筋肉、こちらの方に意識がしやすくなってくるので、そこを使ってあげることで尿失禁であったり